大正13年春工の鉄骨作りの日の宮蔵としては最初期に建造されたもの。昭和初期の日の宮蔵と詰書、所、繁も見える。江戸時代建築の日の宮蔵番屋を務めた民家の敷地内に設置された日の宮蔵。横の小屋は現在は消防器具置き場に使われている。日の宮蔵、英語、ルックアウトタワーとは火災の早期発見。 消防団の召集、町内への継承の発信などに使われていた見張り台である。木造建築が中心の日本ではひとたび火災が起きると大災害につながる危険性が高く火災要望と早期沈下は主要課題であった。特に治安の安定により人口増加が進み、建築物が密集するようになった江戸時代以降の市街地では 町引け市など消防体制の整備が急がれ、これに伴い日の宮倉が各地に作られていった。江戸時代の消防体制は大きな町ならば単独で、小さな町ならば近隣で組合を設けて結成された町引け市を中心に運営されていたが、この町ごとに番屋を設置し番人を常駐させて24時間体制で警戒に当たるのが一般的であった。この時番人が 町全体を見渡せるよう番屋に矢倉を組んで一段高いところに見張り台を置いたが、それが日の見矢倉と呼ばれる。日の見矢倉には一般にその上部に反殖が設けられた。これにより町内の火災を発見した番人がすぐに警鐘を鳴らし、火消しを召集するとともに町人に火災の発生を知らせる役割を担う即応体制が取られた。 また町によってはこの反盛を、地方や各種情報発信に用いている場合も、あり町ごとに、鐘の鳴らし方が決められ、その長さや間隔によって様々な情報発信に使われていた。日の宮倉は、江戸時代の江戸を川切りに引けし体制とともに整備されてゆき、昭和初期には、全国ほぼべての地域に整備されていった。その後、 大都市を中心に整備が進められた自治体の消防本部、消防署などに各地の消防団が修練され、また電話の普及と119番による通報体制の整備に伴い番人を置く必要性が薄れたこと、繁殖に代わりサイレンや防災行政無線などが整備されたことによりその役目を終えた日の宮倉も多い。一方、現在も地域の消防団が活躍している地域では、 日の見やぐらが使われている場合もある。ただしこの場合も万人が常駐することはなく、主に反射を鳴らしての消防団の招集や、火災予防運動期間中の防火工法など、各種警報の発信、その高さを利用して、消防団で使用したホースの乾燥などに使われている。だが、このように活用されてきた地域でもやぐら自体の老朽化や、 耐震安全性の問題から使用を停止したり、撤去されてウインチを用いたホース乾燥等が代わりに設置されるケースも多い。また、1940年代から2002年まで、栃木県の宇都宮市内の小学校校庭にも、日の宮倉地方サイレンを設置した。日の宮倉は利用の性質上、一般人の立ち入りが容易であることから、反証の盗難が相次いだ時期があった。 1930年頃のオチョコ国有林に建てられた監視塔。これは当時の監視塔の代表例であるアメリカ合衆国では1910年に起こったワシントン州、アイバホ州、モンタナ州にまたがる約12000平方キロメートルの森林を焼き尽くした火災に教訓を得て米国森林サービスにより整備されたものが始まりである。監視範囲や 監視塔の形態こそ異なるものの、万人が常駐して出荷を見張るという運用形態は、日本のものと同様である。また同様の監視塔が、欧州や南米、アフリカなど各地で作られ、使われるようになった。その後、1930から1950年代にかけて各地に整備されてゆき様々な目的に活躍していたが、1960年代になると、 無線技術の発展や航空機、人工衛星等による監視体制の整備に従ってその役割を縮小していった。1980から1990年代にかけては森林保全の予算が削られたことなども受け各地で廃止されていったが、その歴史的価値に鑑み監視等の再建、維持のために活動している民間組織が登場し今はそれらの活動により守られている。 監視等も多い。また、今でも人工衛星からでは、小さな初期出荷を正確に監視しきれないことや、携帯電話などが県外になり、即応体制が取りにくい地域も少なくないことから、今もそれらの地域を中心に活用されている。ありがとうございます。